さあプリントを開いてみましょう。ほら、こんな問題が出ているでしょう。この2つを今からやってみます。先生がやるのを見ながら「ああ分かってる」という子はそれでいいし、ちょっと戸惑う子はよく見ていてくださいね。やはり下から上へ、下から上へとやっていってください。さあやってみましょう。葉っぱ64ですね。4をここへ書きましょう。6上がりますね。ここへ小さく書いておきましょう。8756、56と6を足すと62です。6上がります。また8216、16と先ほど上がった6と足して22です。位取り間違わないようにね、22とこう書きます。1000の位まっすぐなってますね。100の位まっすぐなってますね。10の位まっすぐなってますね。1の位なってますね。できますか？じゃあこちらの方いきますよ。 5×8 からやりましょう。もう矢印書きませんよ。5は44上がります。 5×0 はいくらでした？そう、0。0と4と足すと4ですね。ここは上がるのがない、全然ないから書かなくてよろしい。5525です。こうなるんですね。はい、答え2540になります。さあ残りの問題をやってみてください。一番おしまいに面白い答えになる問題が載っています。ちょっと長い大きな数ですけれどね、すごく面白い答えになります。やってみてください。